えこんにちは。即可塾のここです。今回はですね、ビジネスっていうマーケットにいながら、結果の出る、つまり売り上げの取れる人と、なかなか売り上げを取れずにね、集客できずに苦労する人。まあ、この違いと差についてお話ししようかと思います。まあ、大きく2点に分けてお話しします。まず1点目なんですけども、計画をしない人は、まあ、売れないですよね。うん。計画をしてもね、売れないことが多いわけですよ。じゃあ、計画をせずに行き当たりばったりで、偶然売れるほど、 まあ人の懐ってそんなに軽くはないと思うんですよね。まあもちろんみんな大金持ちだったらもしかしたらね、あまり税入を払ってくれるかもしれませんけども、いやもっと言うとね、大金持ちの人って余計なことにお金使わないから大金持ちなんですよ。だから金持ちほど攻略しづらいとも言いますね。で、お金がない人って、なんでお金がないかっていうと、使っちゃいけないものに結構使ってるんですよ。自分は有益だと思って使っちゃうんですよ。うん、厳しいこと言ったらね、ビールやタバコっていうのは趣味趣向なんですけども、 まあいいらないですよねそんなことよりももっと楽しめるものを見つけられるとちょっとワンランクが上がるんですよまあタバコや酒ばかりがねいつも悪者にして申し訳ないんですけどすもちろんお金に困らずにタバコやお酒をやってるんだったらそれはいいと思いますけども金がない金がないって言ってるのになぜかポケットの中の小銭を真っ先にタバコやねビールを買っちゃう人はこれはお金たまんないでしょねその100円200円を自己投資できませんかね ブックオフで安い本が買えると思えば知能に投資するんじゃないかなと思うんですよそしてこれから人生をどのようにやっていけばいいかっていうふうな計画を立てるんじゃないかなと思うんですよその計画ってのも1日でできる計画1週間かかる計画1年がかりでやる目的に達するための計画10年先を見据えた日々の計画様々あると思うんですよ1年の計は元旦にやりって言いますけどもこの1月10日に来てですね 1>, 1月1日の計画をもう忘れてる人が多いんじゃないですかね。いや、1年のケースは立ててなかったりするでしょ。これ別にね、1年の頭だから立てるってわけじゃないんですよ。当たり前のように行動計画っていうのは毎日あるもんじゃないですかね。そして固定作業、いわゆるルーチンっていうのもあるんじゃないですかね。そうすると、1日24時間の中で、無駄なことに1時間使うと必要なものが1時間できなくなるって簡単な公式は多分気づくと思うんですよ。ですので、 今後何をするべきか、それはいつまでに完了するのか。いつまでに完了しなかったら今度は新しく締め切りをいつまで追いかけ続けるのかこのぐらいやっぱりね答えられないと、まあ、稼げない人になっちゃうでしょうね、えー、稼げないからこそこのサイクルに入ってると思いますつまりね、まあ、お金を稼ぐっていうのは緻密なな計画のの上に成り立つ一つの戦術なんですよ。適当にやって稼げるほどね簡単だったらいいんですけども 多分お金を払う側になったら適当にお金持ってかれちゃったっていうことになっちゃうんですよでもねやっぱ欧州和法にしても商品作りにしてもサポート連絡体制にしてもあこれだったらお金を払っても大丈夫だなとサービスはなるほど自分の欲しいものだなと思ったら納得してお金を払うと思うんですよねしかも安いと感じさせるそういったテクニックまで入っていればお買い得っていう言葉がそのままそこに当てはまるわけなんですよ じゃあ何をもってお買い得と感じていただくか。この計画や戦略っていうのはありますかねまあなければ商品は売れないですよね。あとね、一年のうちに最もお財布の紐が緩みがちな時っていつかわかりますかじゃあ二番目はいつでしょうか三番目はって考えると、まあまずはね、まあ年末年始をそこに当てていく必要はあるでしょう。まあクリスマスもそうでしょうね。ここら辺ってのは、論より証拠。 マーケット全体の売上が上ががってるわけなんですよつまりはお金を払う人が多いんですよで。そうなってくると、11月から12月頃から、人っていうのは心理的に、年末年始にお金を使うためにっていうふうに、ためがちなんですよ。ためると今度はね、ためたまんま、年末年始過ごさないんですよ。使いたくなるんですよ。無理にでもです。1000円余っていたら、その1000円で、よくわかんない福袋買って、特殊た金になるんですよ。でそこを、ビジネスを仕掛ける方なら、きちんと、 口を開けけてて待っいいいいかないといけなとですよね年末セールお正月セールお正月第2弾成人式セールいくらでも人がお金を払おうと思ってお財布に手をかけてる瞬間ってあるわけなんですよしかも今は QR 決済とかあって払いやすい環境がどんどんできてるわけですようんだからそこを仕掛けていけるかどうかその計画を立てているかどうか特に今年末年始終わっちゃいましたんでじゃあ来年の年末年始この反省をもとに記憶が新しいうちに やってますかね考えてますかねそれこそ2手先3手先はビジネスを考えるものだって言いますけども1年先2年先のことを計画できてなくちゃなかなか後手後手回るんじゃないですかだって年末年始は10年あったら10回来るわけですからクリスマスだって10年あれば10回来るわけですよこれこそルーチンワークなんですよはいこのルーチンワークがねなんかイレギュラーなように感じる人がいるんですけどもまあまだまだですねじゃあ後半はですね ビジネスで稼げる人と稼げない人、こういった話にしていきましょうか。できないからやめちゃう人っているんですけども、どうですかねできないから、できるまでトライする、挑戦するんじゃないですかね。そしたら、できるようになる日が来るんじゃないかなと思います。わからないからどうするか。わからないからわかるまで学ぶんじゃないですか。わからないまま放っといてわかるようになるんですかねいや。私はそういうふうに思わないんですけどね、どうも。うん。じゃあ、 稼げなかか。ったらどうすするんですか稼げないから稼げるまでやるんですよそしたら稼げる日って近づいてくるわけじゃないですか稼げないからって言ってやることをほったらかしといてお財布のお金って増えますかねだったら誰もやらなくなっちゃいますよねやめると分からなくなるやめるとできなくなるやめると稼げないまんまだから真摯に 頑張っってていいいくく人だけが生き残っていくマーケットとうすはこれはスポーツ選手でもそうだし趣味の世界でもそうですけども結局1年2年やった人と10年20年やった人どっちがよりプロフェッショナルに見えるかってことなんですよね。でまとめて言うとね諦めて何かかうままくいった試しがありますかとそして能力の低い人が能力の高い人に勝つことってありますかってことなんですよ。 まあもちろんそうなったらいいなーって思いながら『週刊少年ジャンボ』を開くと何の才能もない人がね優秀なエリートに打ち勝つところって結構出てくるんですよだから勘違いしちゃうんですかねいやエリートだってねもう生まれ持っての才能にプラス日々積み重ねた努力やトライをしてるわけですよなんでね物語の中盤に出てくるような主人公崩れに負けちゃうんですかまさにね漫画の読み過ぎってやつですよ 私は正直に積み上げてきた人、諦めずにやり続けた人そういった人が大きな花束を掴んでほしいなと思いますしそうでなければもうやっていけないですよね。はい、ということで今回はね稼げる人と稼げない人の違いについてさらっとお話ししてみましたけどもまあこういった話もね確かになと思ったら、うん、一つやることがあるんですよ。それはですね今私が話したお話と同じような話をアウトプットするってことなんですよ。 それアウトプットっていうのは記事で書いてもいいですしなんかツイッターにね連続投稿してもいいと思いますし私の何ユ YouTube でえーアウトプットしてもいいと思いますつまりアウトプットするからインプットが完成するわけなんですよもちろんねアウトプットっていうのは私の考えを丸々コピーするそれだけじゃないですよ私の言ってることに反論とか異論とか対案を話すこれでもいいわけですよいや久保さんは諦めなければうまくいくって言ってるけども諦めてうまくいったらいいがこんなにやりますよとかねそういうのもいいんじゃないですか アウトプットでインプットは完成します。アウトプットなきインプットはインプットではありません。まあ、それだけはね、私はいつも心に刻んでるんで、あ、これいい話だなと思ったら必ず動画にすることにしてますし、いいもん買ったなと思ったら、それを紹介する動画をまた作ったりするんですよね。はい、ということでね、そっか塾は10年を突破して、11年目に入ろうとしてるっていうことです。こういうふうなね、言ってみれば馬鹿の一つ覚えで、まあ、10年を突破したってことなんですよ。あっちにフラフラ、こっちにフラフラ。 下敷きもありますけども結局木の幹はドカーンとしっかり根を張っているってことですよね枝葉は分かれていても木の幹は不動の地位を占めているまあそんな感じですかね、はい、では今回の「気になるとこ251話」は以上でございます次回よろしくお願いします